皆さん、こんにちは、冬の稲妻や、ケンなど数々のヒット曲で知られ長年、歌謡界を牽引してきたシンガーソングライターの谷村新司さんが今月8日、亡くなりました。74歳でした。今日は、谷村新司さんのことについて紹介します。まずは、谷村新司さんの経歴とプロフィールから紹介します。谷村新司さんは大阪府出身で、1972年にバンドアリスでデビューしました。新平さんの愛称で親しまれ、堀内孝雄さんらと共に力強いボーカルで、チャンピオンや冬の稲妻などヒット曲を次々と発表しました。またシンガーソングライターとして、ケンなど長く歌い継がれる名曲を生み出したほか、いい日旅立ち、山口百恵さんに提供するなど長年、日本の歌謡界を牽引してきました。また、谷村さんは中国、上海にある音楽学院で教授を務めたこともあり、中国で人気の日本人歌手として知られていて、2017年には上海で日中国交正常化45年を記念したコンサートを開いています。代表曲のケンは中国語でもカバーされるなど、広く親しまれているということです。2015年には日本だけでなく広くアジアに受け入れられる作品を数多く生み出し、芸術文化の発展に貢献したことが評価され、紫綬褒章を受章しています。事務所のホームページによりますと、谷村さんは今年3月に腸炎のため手術を受け、予定されていたアリスの全国ツアーを延期して療養していましたが、今月8日、亡くなりました。葬儀は15日近親者で執り行われたということで、事務所では後日、偲ぶ場を設けたいとしています。訃報を受け、俳優の三浦友和&元歌手の山口百恵さん夫妻の長男で歌手の三浦祐太郎が16日、自身の X を更新し追悼のコメントを寄せた。祐太郎は谷村さんと共に歌唱している思い出の写真を添え、突然のことで心の整理がつきませんが、生前大変お世話になりました。いい日旅立ちを親子に代で歌わせていただきました。私が小さい頃に振る舞ってくださったお好み焼きが今でも忘れられません。谷村さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。と悼んだ、いい日旅立ちは、1978年に谷村さんが、百恵さんに楽曲を提供。2017年に行われた谷村さんの45周年記念リサイタルでは、祐太郎が登場し、二人で同曲を歌唱した祐太郎は、谷村さんと歌うことを百恵さんに伝えたといい、母はあまり僕にアドバイスしてくれないのですが、今日人生で初めてアドバイスされたのが微濁音。微濁音を発音するのに意識した方がいいかもね、と言われました、と。親子の微笑ましいやりとりを明かしていた、谷村さんと公私ともに親交が深かった、シンガーソングライターのイルカさんは、谷村さんの音楽について、音楽でつながろう、という強い思いがあったと思います。ケンの歌詞でも歴史や文学など、谷村さんが持つインテリジェンスが詰まっていました。普遍的なものを歌っているからこそ、谷村さんの歌には国境を超える力があり、幅広い国の人たちから愛されたのだと思います、と話しました。また、谷村さんの人柄について、いつでも穏やかで、そして学者のように、博学な人でいろいろな話を聞かせてくれました。また夫を早く亡くした私によく、大丈夫かと声をかけてくれるお兄ちゃんのような人でした。亡くなったことは本当に残念です。と振り返っていました。そして、体調が悪いとお聞きしていたので、手紙を書こうか迷っていましたが、必ず復帰すると信じていたので結局、出さずにいました。これからも谷村さんの歌を歌っていきたいと思います。と、詩を悼んでいました。谷村新司さんが亡くなったことについて、アリスの代表曲の一つ、チャンピオンのモデルとして知られる元プロボクサーのカシアス内藤さんが取材に応じました。内藤さんによりますと、チャンピオンは曲の発表後に自分をモデルに作られたことを知ったということで、谷村さんからも君の歌だから自分でアレンジして歌っていいよと言われたそうですが、恥ずかしくて人前では歌えなかったと明かしました。内藤さんは現役を引退後、癌で余命3ヶ月と診断されましたが、今度は逆にチャンピオンで救われたと話し、この歌は活力を与えてくれています。人生の支えになった歌です。
と話しました。最後に谷村さんへの思いを聞いたところ、もう一度会えるとしたら谷村さんの前で歌いたい。感謝しかないです。と話し別れを悲しんでいました。谷村新司さんの母校、大阪の桃山学院大学からも悼む声が上がっています。大学によりますと、谷村さんは1967年に桃山学院大学に入学して、在学中の1971年にアリスを結成し、在学中から活躍していました。2016年には大学から名誉博士学位を授与されていて、大学で学生に向けたコンサートも行ったということです。この間の1994年、谷村さんは母校のためにウィルというキャンパスソングを作詞作曲し、送っていました。大学では今も式典などでこの歌を流しているということです。歌詞には、他人のために生きるもいい自分のために、生きるもいい大事なことは自分らしく生きる。そう思わないか君はそう思わないか、と、学生たちへのメッセージが盛り込まれています。桃山学院大学の中野瑞彦学長は、谷村さんの歌詞には、自分に素直に、生きていこうという本学の精神が反映されていると思う、長い人生を考える上で、貴重なメッセージを残してくれていて、もし可能であればもう一度、大学で学生たちのために歌を聴かせてもらいたかった。谷村さんが残してくれたスピリットを、学生たちにこれからも伝えていきたい、と話していました。谷村新司さんは長年親しまれている、選抜高校野球の大会歌、今ありての作曲を手掛けました。1993年に発表された選抜高校野球の大会歌、今ありては、作曲を谷村さん、作詞を阿久悠さんが手掛けました。ああ、甲子園という歌詞の部分のメロディーが印象的で、長年、高校球児や高校野球ファンに親しまれてきました。2008年に行われた80回の記念大会では、開会式に先立って、谷村さんが地元の高校の生徒や、卒業生と共に甲子園に歌声を響かせました。また、2018年に行われた90回の記念大会では、開会式の入場行進曲に選ばれ、当時、谷村さんはドキドキしながら、高ぶってくるというようなメロディーを、つけたいなというのがまず頭に浮かんだ、ああ甲子園というところを歌うときに、みんなの気持ちが一つになったらいいなというイメージで、自分で一人でギターを弾いて歌いながら、何回も何回も歌った、と曲への思いなどについて語っていました。谷村新司さんは作曲を手掛けた春の、選抜高校野球の大会歌、今ありて、を、15年前の80回記念大会の際に甲子園球場で、高校生などと歌いました。当時、高校1年生で一緒に歌った女性は、思い出に残る良い経験をさせてもらいました。亡くなった知らせを聞いて、驚くとともに悲しいです。と心境を話しました。春の選抜高校野球の開会式では、1955年から神戸市の神戸山手女子高校の生徒たちが大会歌を合唱していて、1993年からは谷村さんが作曲した今ありてを甲子園球場で披露しています。このうち2008年に行われた80回の記念大会の開会式に先立って谷村さんが神戸山手女子高校の生徒や卒業生と共に歌いました。当時、高校1年生で現在は母校で音楽の先生をしている上田美幸さんは亡くなった知らせを聞いて驚くとともに悲しいです。と心境を語りました。甲子園球場で大会歌を歌ったことについては、本当に思い出に残る良い経験をさせてもらいました。記念大会なので、谷村さんと同じジャケットを着て、歌えたことが嬉しかったです。作曲者と歌える機会はなかなかないので、すごく光栄でした。と振り返りました。上田さんは学校で大会歌の指導にも当たっていて、私の経験も伝えながら、今の生徒が、高校球児にエールを送りつつ、作曲者の谷村さんのことを思って歌えるように指導していきたいです、と話していました。学校には2002年に谷村さんから送られたサインが保管されているということです。谷村新司さんは東日本大震災からの復興や原発事故による風評の払拭を目指す福島の姿を伝える歌の作詞、作曲を手掛けるなど、歌を通して福島の復興支援に携わってきました。福島県の依頼で谷村さんが作詞作曲した
雲の彼方は2017年に公開されました。歌詞のベースになったのは福島への思いをテーマに県が全国から募集した作文で、谷村さんは800を超える作文に目を通し創作のイメージを高めたと語っていました。歌詞は10年後に空を見上げる私を思い描こうで始まり、2番は通い慣れたあの道端に咲いている花忘れないなどの表現に震災による津波や原発事故でふるさとを離れた人々の心情を重ねています。また曲調が大きく展開する部分は未来図は見上げる青い空という歌詞で、福島の明るい未来を願う谷村さんの思いが込められています。郡山市の日本大学東北高校合唱部がこの歌を歌い、福島県の公式 YouTube チャンネルで公開されました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。